右サイドと右サイド曲がってください。靴下のところは先の。あれ右サイド曲がって左側に店がありますって。残念です。すいません。お願いします。
昔ながらの拷問でもあって、うん、見てこられました。あ、はい、すごいですね。ですね、よくお客さんが見れた訪ねるのがですね、はい、このお屋敷、はい、住んでいいですよと。店内とかじゃなくしてですね、まず広すぎる、あ、掃除が大変、窓の開け閉めが大変、そうですね、そういったの、ただお手伝いした方に残業ならですね、お時間ありましたらですね、これを出られまして右の方に200メートルほど行きますと、今度は右側にあの光林寺というお寺さんがあります、はい、でその横に鏡台式といって、まあ吉井町ではここの湯村と鏡台2軒だけオープンしておりますので、ちょっと行かれてみたら、違いが分かると思いますので、やっぱ素晴らしいお屋敷ですから、ぜひ行かれてみてください。とにかくいただきます。ありがとうございます。はい、お気をつけてお帰りください。経験だもん。